こんばんは。こんばんはではないか。ちょっと今洗濯回すって時間に回しちゃったし。ちょっと待ってよ。お腹も空いちゃったな。この期間は 100% お菓子を食べるので、もう食べます絶対にお菓子食べないと生きていけないので、先に言うわ。お菓子食べます、この期間は。もうちょっと今からメイクしなきゃいけなくて、ちょっと稽古終わって帰ってきたんですけど、またメイクして向かわなきゃいけなくて、その間にお付き合いのほどよろしくお願いします。はい、もう忙しだよ。割と時間ない。なんかさ、充電器がさ刺さってくんないんだけど、安いからかな。線がもうダメなんかな、これ。あ、やばいやばい。めっちゃ揺れてるよ。待って待って待って。長い。やばい、長い。大丈夫、みんな。長い。まだ揺れてるよ。長い。怖い怖い。まだ揺れてない？もう止まった？やばい、これ一回入れるとさ、ずっとさ余韻すごくない？あー、怖かった。洗濯物がめっちゃ揺れてる。すごい揺れてる感覚するけど、もう止まったから、よかった。怖かった。大丈夫、みんな。びっくりした。結構減れたよね、今焦っちゃった。大丈夫、みんな。震度3か。でも震度3でもまあまあじゃない？みんなが無事ならそれで大丈夫。よし、じゃあそんな自信もちょっと大事なんだけど、ちょっとわーわーしてる時間がないので、ロイズのポテチ食べます。いただきます。どうせ食べるので。でも私、地震で泣いたことあるよね、ショールームで食べながらやるね。もうめっちゃ泣かせちゃった。地震って泣いたことあった。すごいリラが助けてくれた記憶。やばい、間に合うかな。いや、間に合う。でも洗濯もね、この干してから行きたいんさ。まあさささささっとメイクして、よいしょ。今日は眉毛だけ描いていきました。お菓子いただきます。今日は、昨日が本読みで、今日が稽古スタートでした。三重県震源地でこんなんだったら事故大丈夫かな。なんか私最初のね日本決を見てなくて、私が見れてなくてね、今回今映像をもらって見てて、ちょいちょいそんな全部見れてるわけじゃないんだけど見つつって感じで感覚掴んでるんですけど、やっぱ普段と違う役っていうか性格だからこそより難しいというか。難しいですね。でも前のりんちゃんとか小田のやつ見て、ああこういう感じなんだなってのをちょっと掴んではいますけど、ああ私今日下地塗ってたんだ、塗ってる上で今これなんかこすっちゃった、すごいことないそう肌。そうだね、過去作見てほしいけど、いやむずい、これもなんかやっぱパート2だから比べられちゃうそうだなっていうのがちょっとある。あえて見てないか、でもね、そんなめっちゃ大きく話が変わるとかはないんですけど、ちょいちょい話が違うんじゃないかなっていう感じらしいです。テレビつけよう、怖いから。あーごめんなさい、あれ茨城の方か、福島で地震ってびっくりしたね。結構長かったもんね。多いよね、茨城福島あたり最近。あと生演奏、なんかライブビートって書いてあるんで迫力はすごくあるんじゃないかなって思っていますね。ちょうど地震が来るタイミングで始めちゃってるね、私。気をつけてください。でも長かったね。なんか震源は三重県沖、ああそうなんだ。でも遠いのに、でもよかった。一人だとちょっと多分泣いてたから、まだ始まってうるうるするだけだよ。結構揺れたもん、洗濯物がうんなってた。私ちっちゃいガラスのツリーを立ててるから下手したら割れちゃいそうだなあれ。びっくりしたね。今から昨日知らされたあるお仕事です本当に知らなくて、まあ、みんなは話してたから知ってるかな。よいしょ。言っちゃって出るんかいって感じだったこっちもだったらもっと早く。でもさ前もって書いてあったよねゲスト出演みたいな。でも私たち言われてなくて昨日言われた。昨日の夜8時9時くらいこっち側がシークレットっていうね、あのねこっち側もシークレットにしたかったよってことだ。すごい。でも今日稽古初めてしてみて、そうやっぱ私あんま慣れてないから難しいってなっちゃって、なんか思うようにできないなって。その NJT のはるかちゃん、私はるかちゃんって呼ぶってなってるんですけど、はるかちゃんがすごいしっかりしてて、高校生なんだって。まだすごくない？高校生なんだって。若いよと思って。でしかも一人だから緊張するよねって言って、うん、話しかけてみる。昨日もちょっとバタバタしちゃったりだったけど、今日はちょっと話しかけてみて。そう、あだ名がね村長ってなってね、村長って言われてるみんなから。すごいしっかりしてそうな子ですね。私の18歳、あんなんじゃなかった気がする。ちょっと待ってて。いやマジで早くしないと、本当に早くしないと。こんなゆっくりやってる場合じゃないかも。でもなんか全然なんかね、コミッションコミュ力あるでしょうってなって、いや全然ですよって言ってたけど、絶対にある。あれは絶対にコミュ力ある子です絶対にコミュ力ある子ですあの子。多分すごい子です。いやもうどっかで稽古場から家帰ってくるのめんどくさかったから、どっかで服買ってにしようかなって思ったんだけど、服買いすぎだなと思って諦めた。欲しいけどね、服は。猫かぶってるのかな、まだ。まあ、でも私でもかぶってるからそうだよね。でもあれなんです、ちょっと前に展示会で頼んだ服屋さんが代引きだったんで、ずっとポスターに不在票が入ってて、でも私出れないから、どうしようどうしようってなって、だからこの前インターホンが鳴ってるのが展示会だったんだと思って出ればよかった。でもまだ大丈夫だよね。1週間くらい大丈夫なのかな。かといって毎日稽古だからマジで分かんないんだけど、読めなくて。多分だけどコートとか届く気がするもん。取りに行くとかあんの？でも郵便局ってそんな遅くまでやってなくない？宅配ボックスできればいいけど、私がお金来引きにしてるからなかなかいけない。営業所まで行くの絶対遠いやん。てかインターン一人のしてきてかわいい、嬉しい。ほんとね。やばい、絶対この期間自炊できないよ。今日はもう諦めてるし。昨日も終わったの遅くてよかった。朝ショールームしといてって感じ。1時間もしちゃった昨日。でもだから冷蔵庫の野菜が腐っていくな。もうできる限り元気な時は表現もしたいんだよね。本当に、心が病んだ時にチケット使いたいから。できる限り頑張ってチケットは使わないようにしたい。スズメの戸締まりだっけ、気になる。見ましたみんな。友達結構見てた。見た？面白かったですか？気になる超。うわー、なんかちゃんとしたご飯食べたい。あんま最近さ、お菓子食べなくなったの。差し入れたまに食べたんだけど、あんまり家でお菓子食べないから。あ、コンシーラーするの忘れてた。新海さんのやつ。なんかモスバーガー系買ってこようか迷ったんだけど、どうせ多分夜も食べるからお腹空いちゃうしと思って、もう何も買わずにお家にあるお菓子にしようと思って。我慢したけど結局おかしいっていう。我慢したけどおかしいっていう。寒いかな今日明日。明日も寒い。夜いっぱい食べる。明日寒いのか。マジで気温むずすぎて。明日寒いじゃん。あ、そんなことないか。寒いか。今何度くらい？ 20 度くらい。もうアウター着ていいのかな。マジでむずい。アウターだと中トレーナーだとちょっともっこもこするやん。難しいよね。アウター着たらロンティーくらいでいいのか。なんか個人的にエピルの服とかをね、そのレッスン着とかにあんまりしたくないの。高いし。けどやっぱ着ちゃう。可愛いから。いやだから今日多分家帰ってこないで服買いに行ってたら、エピナかトリートで服買ってましたね。出ましたね。この感じだと。ねえ、もうダウン着たい、着るなら。まあでも服は欲しくなるね。いや、アップルペンシルマジでどうしよう。なんか強く。まあでもアップルペンシルは別にいいのかな。16日も学校園か。いやでも紙に書いちゃうからアップルペンシルはいらない気がする。なんかこの夕方にニュース見るのは久しぶりな気がする。え、待って、20日も発表されてるもん。正解。うわ、2公演、桜の日2公演めっちゃ苦手なんですけど。そうなんです、本当はね20日に生誕かもってなってたんですけど、20日でもよかったね。普通に20日で、むしろ日曜日の方がみんな来れたか。はい、逆上がり2公演出ます。あ、日曜日にすればよかった、今更すぎて。もう一回やらないもん。そう、2公演なの。来てください。稽古中の私に会いに来てください。頑張ってゆなちゃんって。来て、私のことを癒しに来てください。スカー塗ります。でも来てほしい。うん、2公演だし、それこそやっぱ劇場行かないとさ、お手紙とかプレゼントもそうだけど、プレゼントねだってるやつみたいになってるけど、お手紙とかで元気もらえるから、それこそ11月ラストなんじゃないかな、公演。20日でラストな気がする。そしたらもう劇場行くのあれかな、16周年。わかんないけど、とかになっちゃいそうな気もする。なんかそうで、舞台もお手紙しかダメで、プレゼントがね受け取れないので。だけお願いします。私が最近ハマってる食べ物を伝えていいですか？いいですか？めっちゃハマってる。もうここ2日3日間くらい食べてるんですけど、なんかちょっと経口期間、まず今日ハマったものね、ハマったっていうかずっと食べたかったんだけど、今日ちょっと買ってみて、オイコスっていうヨーグルトあるじゃないですか。それがすごいお腹にたまりやすいみたいな。そうで、稽古中って結構お腹すくうから、なるべくすかないようにしようと思って、お腹にたまるオイコスを今日食べたんですけど、まあまあそれなりにいい感じだったのと、セブンのなんかね、白くて2つ入ってる米粉パンみたいな、米粉入りパンみたいながめっちゃ美味しくて、ちょっとみんなに共有したいと思って、気になったら食べてみてください。めっちゃ美味しかった。ぜひ。もっちり米粉パンみたいな、うん、めっちゃ美味しいのあれ。なんかなんか特に味とかがないんだけど、めちゃくちゃ美味しいから、ちょっとぜひ食べてみてください。オイコスもめちゃくちゃ美味しかった。終わった。洗濯をして着替えて、どう、顔完成した？顔完成した？でも最近元気出す時、本当に自分のジョンマイラブをたまに見て、あ、自分できるぞってポジティブに思わせてます。よし、かわいいですか？ありがとうございますありがとうございます。最近見てる、みんなも見てください。解いた方がいいかな、隠して。キレイやん。ありがとう、みんな本当に優しい。よし。キレイやばい、やばいやばいやばい。あ、でもなんか串で溶いたらすごいいい感じになったんだけど、かお腹の音聞こえました今私の。お腹でも調子悪いんだよね今日。調子悪い。あとやっぱ久しぶりに声張ったから若干ね声がねかすれてきた。時間大丈夫。メイクが思ったより早く終わったから稽古期間はね久しぶりにだって声張ったからね舞台ほんでわーって喋んないからさ。そうごめんね急にうるさくしちゃって。久しぶりにだってちょんまいラブ以来だからこういうシーンもあるかもしれない。なんかそれこそさ、うん、キスマイエイトとかうわーっていうシーンなかったじゃん別に。ちょんまいラブもうわーなんかなんだろう、まあ東横なんでちょっとね雰囲気が違うかなっていうそういうラインがなってる。今回はね声張りますね。仕事の LINE してましたって言って仕事の LINE じゃなかった時怖いよね。はははははとか言って仕事の LINE です。ちゃんとやばいお腹切るってなる。どうしたんだろう。変髪の毛変じゃない？グッド。よし。以下感じ。よし、メイク完成。切れ毛やばいからちょっとコロコロする。さて、ね、私やっぱリュック買おうかな。なんか稽古の時さ、リュックの方がめちゃくちゃ楽な気がしてきて、でもリュックってさ、なんかカジュアルじゃないですか。すごいどうしたらいいと思う？可愛いリュックがいいんだけど、でも可愛いリュックだとさ、そういう紙のファイルとか A4、 紙のファイルって何かね、A4とか入んないよね。どうするべき？おいじゃん出番みんなに相談してる。でもこれはよし、じゃあちょっと私は今から洗濯を干します。ごめんね、急にってか普通に夕方になっちゃって、全然お菓子も食べてないし。終わります。ランキングを見ます。13位亀丸さん、12位斎藤頭赤あいんちさん、11位あきいこさん、10位大粒ちゃん、9位ミントさん、8位MM ルールズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、7位あかねちゃん、6位ワイキアットマーク今日もお疲れ様この後も頑張ってさん、5位やっすん、4位ペロペロチーノさん、3位しんすけアットマークなとりどんさん、2位こうアットマーク水曜日公演入りますおよろしくお願いします、1位クラケアットマークゆうなま YDK 頑張れさんです。ありがとうございました。はい、ということで今日も見てくださってありがとうございました。それではまたね。